じゃあ今日はロシアンルーレットというね、ゲームをしたいと思います。水をですね、小さなコップに入れまして、ちょっと手伝っていただけますか。はい、このコップを好きなこのところに置いて、今真ん中持ってきますね。この大きなコップを例えばここに置いたとしたら、上からかぶせて見えなくしてください。でさらに他のところにもコップをかぶせて分からなくしてください。はい、それでは好きなところに水入りのコップを置いてかぶして見えなくしてください。私はこちらを見てます。はい、はい、お願いします。隠れましたか。どこから見ても中身は見えません。はい、できました。はい、それではこのままだと本人分かってますから、ちょっと一瞬上向いてください。はい、どうぞ。はい、もうこれ誰にも分かりません僕にも分かりませんけど、皆さんにもやった本にも分かりません。さあ、それでは水が入ってますから、これ叩いて、もし水入ってるのを叩けば前のお客さんがびしょ濡れになります。はい、今思い切り叩けばカメラがぐしゃっといきますからね。それではちょっと次からフェルマジックいってみたいと思います。はい、じゃあどうぞ。触ってたんですよ。はい、どれか決めてください。決めたら叩きやすい方に回しますから。これですか。はい、どうかな。じゃあこちらに回しますから、はい、こちらは、左手でガーンと前に他のコップを倒さないでいきますよ。いいですか。はい、どうぞ。おっよくやりますね普通やらないでしょ何の迷いもなくやりましたね。じゃあ次僕の番ですね。はい、はい、あのカメラにかかるとあれ車が買えるぐらい高いカメラですからね、大変なことになります。いきますよ。これはちょっと慎重にやってないと。今本当に軽くいきましたね。とてもあんな簡単には私はできません。さあいきます。ますよ。じゃあこっちから行きますよ。はい、うわはい、どうぞ。はい、回していいですからね、回しながらね。はい、刺しやすいやつをやってくださいね。これで。はい、どうぞ。あカメラ行きますよ。カメラだいたいどっちかなこれ。いやちょっと僕ドキドキしない、全然ドキドキしない、簡単にやりましたね。いきますよ。本当だったなこれ。これだろう。こっちだ。はい、ありがとうございました。